まるちゃん着いたよ。ここは東京大神宮って言って、あの東京でとっても有名な神社なんだ。へえ、何のご利益があるの？それは秘密。うん、行けず。じゃあお参りしよっか。うん。へえ、立派だね。せーの。まるちゃん、なんてお願いしたの？夢が叶いますようにって。へえ、まるちゃんらしいお願い事だね。叶うといいね。うん。たいひくんは？内緒。ええー。じゃあ最後に東京タワー見に行こうか。うん、ね、よし行こう。わい。いやー、すっかり暗くなってきたね。どうしたの、まるちゃん、疲れちゃった？いや、そんなことないよ。私まだまだ元気だよ。あ、ほら、まるちゃん、上見てごらん。うん？うわ、これが東京タワー？うん。綺麗だね。東京タワーはね、1958年に建てられた東京のシンボルなんだよ。へぇ。333メートルもある。はぁ、あ、そんなに高いんだね。うわぁ、秀樹、感激。ねえねえ、たいひくん、早く上に登ろうよ。うん、よし、じゃあ上行こっか。うん、よし、楽しみ。うわ、綺麗だね。巴川の灯籠祭りにも負けてないね。うん、綺麗でしょ。うん。まるちゃん、実はまるちゃんにね、プレゼントがあるんだ。え？はい。さっき東京大神宮に行った時に、うん、まるちゃんに内緒で買ったんだ。ありがとう、たいひくん。東京大神宮はね、実は縁結びで有名な神社なんだよ。へえ、そうなのか。プレゼント開けてもいい？うん、開けてみて。学業お守り、私にぴったりだね。でも神様には別のこともお願いしたんだ。はぁ、なんてお願いしたの？まるちゃんにまた会えますようにって。繋いだ手の優しさが懐かしい記憶になると、まだ気づかない夏の楽しかったよ。よかった、こちらこそありがとう。まるちゃん、またいつか絶対に会おうね。